皆さんこんにちは。共産党の志位和夫です。仙台原発の再稼働、絶対に許すわけにはいきません。私2つの点を今日は訴えたいと思います。第1は、大井原発の運転差し止めを命じた福井地裁判決、これ大きな勝利ですね。この福井地裁判決はただ大井原発の問題だけを言ってるんじゃない、全国すべての原発に当てはまる論理を示しているのではないでしょうか。この判決の読みは大変感動的ですが、憲法で保障された国民の人格権は何よりも大切だ。この立場に立って再稼働ストップの判定を下しました。それから皆さん、原発というのは他の技術ではない、特別の危険性を持っているということを指摘し、原発安全神話に断罪を下しました。そして皆さん、国民の命よりもコストを優先する考え方をきっぱり退けています。多数の国民の生命に関わる問題と電気代の高い福井を天秤にかけるような議論は法的に許されない。ここまではっきり述べたんじゃないですか。皆さん、これは国民の世論と運動が勝ち取った判決だと思います。地方への不当な圧力を振り払って、地方が本来の法と正義に基づく判断を下すことを可能にしたのは、関係前の運動、全国の運動の力ではないでしょうか。この判決を申し受けたので、全国の原発再稼働断念せよ、仙台原発の再稼働断念せよ、このことを訴えたいと思います。こちらが第2、さらに加えて申しますと、この仙台原発の立地の場所は、これまで超巨大噴火が、それによる化石流が、火砕流が何度も襲ったということが明らかになり、この火山の専門家の皆さんから厳しい警告が上がっております。火山予知連絡会の会長の藤井東大名誉教授は、火山の超巨大爆発の予知は現代の科学では不可能だと言った上で、この原発の運転期間中に噴火があるかどうか、あるともないとも言えない、噴火のある場所を基準に立地をするんであれば、適を決めるんであれば、あるかないかわからない以上立地することは許されないと登山予知連絡会の会長さんも言ってる。皆さん、この科学者の警告を無視して再稼働するなどとんでもない。仙台原発の今求められているのは廃炉ですよ。この国に廃炉することこそ今決断すべきじゃないですか。再稼働反対、原発落選。皆さん、こんにちは。日本共産党衆議院議員、笠井明です。仙台原発、ひとたび事故が起こったら避難できない、このこともはっきりしてます。国会で追及しました。最近、鹿児島県が30キロ圏外に避難するのに最長29時間といった。これ自体に重大ですが、渋滞になったり一斉に逃げたらもっとかかるという点、しかも重大なことは、高齢者、要援護者、要支援者、その方々の避難計画全く対象からそもそも除外されている、とんでもないと思います。大体政府自身が自治体に丸投げした上に、政府自身も要援護者のことを考えていない、国会でもはっきりしました。大臣が言うんです、この避難計画は終わりがない、終わりがないほどできないんです。避難できないんだったら再稼働をやるしかないんじゃないでしょうか。これほど緊迫感を出すものはないと思います。再稼働を絶対許さず原発事情頑張りましょう。原発はベースロード電源なんかじゃありません。何よりもあの規制基準の中には避難計画のこともそうだし、
汚染水、地下水の問題なんて入ってない。その基準の下での再稼働は仙台はもとに、どの原発だって認められるわけがありません。あの大石の判決をはコストよりも命だって言ってるんです。これに力をもらって諦めずに最後まで再稼働、反対、廃炉、声上げ続けましょう。してくれたのは民主党から、第94代の内閣総理大臣の菅直人さん。